レインボーブリッジの下を通っていきます。なかなかこの下を通るっていうことがないからいいですね。寒いです。寒いですねとっても寒いです。綺麗だね。やっぱり2年ぶりに3月11日の地震以来ずっと点灯しなかったこの七色のライティングが2年ぶりに復活したということです。今新しくこの見えてきたのが東京タワーで、この東京タワーの下に今ハート側の型のライティングがされてるのが見えるかな、見えないかな。終わり。